まあ、変なプレッシャーはいつも通り感じないように、まあ、いつも通りの雰囲気でいつも通りの、心構えで練習も大会を臨めていけたらいいなと思ってます。2ヶ月でどう時間工夫して切り詰めてトレーニングしたりしていこうかなっていう、日々もう毎日毎日どうしよう考えている生活なので、オリンピックで今まで一番強い自分を出せることがとても楽しみになってます。